死んじゃいますあれじゃん。なんかでも夢がない、なんか人形の中に人がいる。まあね、これはそうだ。その人が裁判を起こしてるって思うと夢がなくなっちゃう。だからあそこで働いてる、あの、やってるキャストの人はみんな絶対に喋ってる。そうなの、そうなの。そう、親にも言っちゃうな。自分の親、兄弟にも絶対に言っちゃいけない。それがバレた時点でもう、ない。でもしかしたらうちの神さんも、熊のプーさんと入ってるかもしれない。可能性はあるわけですよ。そう、言ってないだけで。うん、あれ、うちのやつがいない。え、でもあれって結構身長ちっちゃい人じゃないと大丈夫ですか。プーさんなら大丈夫でしょ。そうなの、ね、うん、結構大きいですね。プーさんなら大きい。うちの娘がよ、あの、デジニーのあそこで結婚式やってるのは何だっけ、ミラコスタとね、うん、本当にさ、あれが俺の、あの、なんだっけ、食ったよ、あの、うん、人形がね人形の言い方プーさんみたいな、うん、どうしていいか困りません。なんかあんな風にされたってさ、俺分かんなくてさ、うん、なんか困ったよ。でもあれは俺、あのシェフミッキーっていうのが近くにあって、うん、あ、知る？そう、シェフミッキーのレストランがあって、男凛ちゃん連れてきたいんだよね。そう、あの、あ、ミキー、そう、5000円、ランチが5000円なんですよ。で、知ってる人は少ないんですけど、予約取ってあれすると、ね、120分、食べ放題なんですよね、そこのレストランで。で、ドナルド・ダックとかミッキーとかが、10分おきに各テーブルに回ってくるんですよ。普通だったらディズニーランドでね、ミッキーとか写真一緒に写真撮るのに、もう30分とか1時間とかみんな並んで撮るんですよ。あれだって会場に1人しかいないってことなんですよ。一応ね、そう、だからこっち出てきたら本当に全然遠いところで出るんですよ。だから3人いるんですよ、同じキャラ。で、地下で動いてるから、だからあれですって、キャストとかにも地下でこう移動してるところにキャストが通ってもミッキーなんです。へぇ、えーかわいい。どこでもミッキー、大変だ。なんかもう自我がなくなっちゃうよ。だって嫌じゃない、こうやってさ、ここに抱えてさなんとか言って、そんな見ちゃったら絶対見せちゃダメだな。ウィーッとか言ってやだよ、おーつーつで、片足引きでデンちゃんだったりさあれ、リコ引いてるとか先読ませてみたもんだよ。3人歳くらいでやった。今日歳のあの、なんとかよ、かぶってやった。あれもやってました、友達のチーバ君とかかぶってやってましたね。だからチケット安くあれできるんだから、回せるからさ、言ってくれれば。俺かなり農家さんにあれしてるよ、頼まれてる。え、それって社員割的な感じなんですか。社員割まではいかない、500円ぐらいしか安くなんないけど、でもほら、あの1年間使えるようなチケットとかだから、例えば10枚買ったりすれば5000円ぐらい浮くじゃん。そうするとご飯代とか多少なり浮くから。でも俺はチェフミッキーがおすすめだから、朝あのチケット入るじゃないですか。入ったら、あの1回ご飯の時に出れるんですよ。あのスタンプを押してもらって、一時的にで出て、ミラコスタの中だったんですね。ミラコスタじゃないかな、あのディズニーリゾートのあるじゃん、ホテルとかいっぱい並んでるところ。いやいや、あのもう出て、そう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 、何だっけ、そう、エクスペアル、あ、エクスペアルか、エクスペアルエクスペアルエクスペアルの中にあるから、一個も食べてない。私レバーいっぱい食べて、皆さんに忙しい喋ろうと私血がついたら、あれたまちょっと食べたいレバー笑い残すこぷよがなったい。50%。 はい、 50%。 リサ、なんか食べるって言ってみる。あ、はい、はい。
これレバー、レバー食べたい。レバーは、レバー大体私食べたい。レバー、あ、レバー、あ、レバー、あ、皆さん素晴らしい、私素晴らしい。1、2、3、4の方です。1、2、3、4。80% po kinain ko sa ano, liver. Liver. May kay. Ulit order daw ulit. マガキ君10月まで忙しいみたいな。10月俺にはもう一人カップ中だよ。オーダーポー ulit ng liver kasi po kinain ko alos kinain ko lahat ng liver. Busy kasi sila eh. Busy din ako. 3, 2, 2. マガキ君釣り行こうよ行こうよ。すいません行けない。10月入れば消費税がほらあれそれ改正されるから、はい、だからあれだっつってじゃあもう一杯やるか大丈夫でしたねだからだいぶ好きんじゃないかって言ってます、ね、あの仕事なくなるんじゃないかな。そんなに息子さん、お結構来ませんこれ。結構なんか濃いんだけどこれ。本番の。大丈夫だよ。健康にいいやつ。なんかでも後味あの、うん、あれ似てる、あの甘酒。甘酒。うん。甘酒もお米でした。また、うん、一緒一緒。米を作る麹のところでできる。え、飲んだことないの？すごい体にいいんだよ。甘酒もなんかこう濁ってるじゃないですか。え、うまいよね。甘酒うまいですよね。濁りだけだ。今俺、ちょっとあれ体によくいってあの飲み方でさ、一個テレビとの金だったらさ、私もうるさくてさ、一日一杯飲むと全然いいね。笑ってて、重弱のハマーって笑ってんだけど、俺には。エサさん。ピッチャー。お父さんのところで、僕はヘルパーやりません。絶対いじめられるんで、僕はやりません。おっと。焼けてますよ。いいじゃん、いいじゃん。食べてください。足りちゃうから。